糖質制限トマトのかきたまスープを作ります。にんにく一かけ、20回ほどブンブン引っ張ります。トマト1個、20回ほどブンブン引っ張ります。鍋にオリーブオイル適量を引き、ブンブンした具材を炒めます。煮立ったら水 400g、コンソメ顆粒小さじ2、白だし小さじ1、塩コショウ適量を入れ混ぜ合わせます。煮立ったら溶き卵1個を入れ、ふんわり混ぜて完成です。